皆さんこんにちは。今回は面積計算のまとめを超高速で復習しようということです。建築法規の最重要事項ですね。まず、建築面積ですけども、上から見た面積、屋根の面積ですね。大雑把に言うと上から見た屋根の面積です。中がどう積み上がっていようと一番大きいところで測るということです。で、床面積は各階の床の面積で、中に入らないとわからないということですね。1階と2階、3階の床の面積を全部足したものが延べ面積です。延べ床面積とも言われますけども、延べ面積が法律用語ですね。で、建築面積は上から見た面積、屋根の面積で、床面積は各階の床面積で、床の面積で、延べ面積はその合計ですね。で、建蔽率というのは建物が敷地をどれぐらい覆っているかの割合です。で、容積率というのは床が敷地に対してどれぐらいかの割合ですね。で、建築面積で、微妙なところが庇の部分ですね。軒とか庇の部分で大きく出ている場合は1メーターバックしたところで測るということです。あと1メーター未満のものはもう、考えないで外壁芯で壁芯で測るということです。先端から1メーターバックということです。これ暗記してくださいね。で、また建築面積ですけども、片持ちの、バルコニー、ベランダ、外廊下はどうするかというと、やはり同じで1メーター後退した線で測るということです。で、1メーター未満の場合は壁芯で測るということです。先端から1メーターバックということです。で、地下室の場合どうするかというと、出っ張りが大きい場合は1メーターを超える場合は入れると、建築面積に入れると。1メーター以下の場合は無視していいですよと、地面と同じでいいですよということです。それ建築面積ですね。で、床面積で、階段はどうするかというと、ここが1階の床の面積、これが2階の床面積に入れるということです。平面図でいうと1階はこれ全部入れると、で、2階はこの部分を入れると、階段の部分と床の部分を入れて、吹き抜けは入れません。吹き抜けは入れない。で、階段は各階ごとに入れるということです。床面積ですね。で、エレベーターシャフトは入れません。ここ穴が開いてるので、ここ穴が開いてるので入れないと。ただし、PS は、パイプスペースは入れるということです。PS は入れる、エレベーターシャフトは入れないということですね。床面積です。で、共同住宅のと共同住宅老人ホームの共用廊下、共用階段、ここの部分ですねは入れなくていいですよと。で、あとエレベーターシャフトは入れないということです。この部分が入れないということです。住戸内の、階段や廊下は入れますで、共用ですね、共用の階段と廊下は入れなくていいということです。で、地階の住宅駐車場は入れなくてよくてですね、その場合の地階の住宅の定義はですね、GL から天井まで1メーター以下というかなり潜った、場合の、緩和規定です。で、地階という場合は普通は3分の1、天井高の3分の1潜ってれば地階っていうんですけども、さらに、ここまで潜らないと面積の緩和は受けられませんということです。で、バルコニー、ベランダはどうするかというとですね、これ床面積ですよね。建築面積は1メーターバックですけども、床面積は2メーターバックですね。普通は全部入れなくていいんですけども、あんまり大きいと入れるということです。で、あと開口の、規定もありますので注意してください。ロフトも入れなくていいですね。ロフトは、天井高が 1.4 メーター以下の場合で、しかも下の面積の半分以下ですね、半分未満で、かつ天井が低い場合は入れなくていいということです。で、地階の住宅の床面積の計算の仕方として、3分の1を限度として算入しないというのがあります。全部足し算して合計の3分の1をして、その3分の1だけ入れないということですね。で、駐車場の場合は5分の1を限度として算入しないとあります。ですから、これ全部足し算して5で割って、その分だけ、駐車場は入れなくていいですよということです。
で、道路用スギリスというのがありまして、道路の幅に重業系は10分の4をかけて、商業工業系は10分の6をかけて道路用スギリスを出します。で、指定用スギリスと道路用スギリスを厳しい方、小さい方で計算すればいいということですね。で、これ全面道路が小さい場合は道路用スギリスの方が厳しくなる可能性が高くなります。全面道路が広い場合は指定用スギリスの方が、低い場合があります。要するに厳しい方、小さい方で計算するということですね。指定用スギリスは都市計画で指定された用スギリスで、道路用スギリスは道路の幅から10分の4、10分の6をかけた用スギリス、それでどちらか小さい方で計算するということです。 で、道路用スギリスは住居系で幅かける10分の4、商業工業系で、幅かける10分の6です。で、複数道路で最大の幅で計算します。角地とか三方の道路の場合は最大の幅で計算する。道路用積率は最大の幅で計算と。で、枝道の緩和規定があります。環八みたいな大きい道路から枝道が入っていくと、その場合はいきなりボリュームダウンするのはおかしいので、徐々にボリュームダウンしようという緩和規定があります。で、指定用積率、道路用積率で厳しい方、小さい方で計算するというのは全ての場合で一緒ですね。で、建築面積のマックスは敷地面積かける建蔽率で出します。で、延べ面積のマックスは敷地面積かける容積率で出します。で、この容積率は指定容積率または道路容積率で小さい方を計算すればいいということです。で、このように用途地域が分かれた場合は別々に掛け算して足せばいいということですね。で、指定建蔽率、道路容積率の小さい方をかけて、その後に足すと、この場合、用途地域分かれた場合ですね。分かれた場合も一緒で、こっち側で、道路用積率と指定用積率を比べて小さい方をかけると。こちら右側で道路用積率と指定用積率で小さい方をかけると。で、その後足し算するということです。で、建蔽率10分の1緩和というのがありまして、指定過渡地、特定行政庁が指定した指定過渡地、指定過渡地の倍プラス10分の1、10%プラスです。で、防火地域プラス耐火建築物等、または準防火地域プラス準耐火建築物等でもプラス10分の1になります。で、両方指定過渡地の上でこれだった場合、プラス10分の2、20%プラスになりますと。で、建蔽率制限ない場合もありまして、建蔽率が10分の8の地域で、かつ防火地域で、かつ耐火建築物、この3つの要素が、条件が揃えば、建蔽率制限なし、100%ぴったりに、敷地ぴったりに建てることができます。で、2項道路。で、これ最後、まとめですけども、この面積計算の順番ですけど、まず2項道路をチェックすると。で、2項道路で敷地面積からカットするということですね。敷地面積が減ります。で、次に道路用積率を出します。道路用積率は10分の4か10分の6をかけるんですけども、幅に。ただし、2以上ある場合は、広い方で計算すると。で、枝道の式もありますので注意してください。これは緩和ですね、の式もありますと。で、その次に指定用積率、道路用積率の厳しい方、小さい方で計算します。小さい方ですね、小さい方で計算してマックスを出すということです。で、2つの地域にまたがる場合は別々に計算して足し算します。よろしいでしょうか、この順番。2項道路、道路用積率、指定用積率と道路用積率で小さい方で別々に計算して足すです。よろしいでしょうかね。今日は以上です。面積を一気に復習しました。これ非常に重要なポイントなので、完全に頭に入れてください。それではどうもありがとうございます。